皆さんこんにちは、我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただくレインボーミュージックジャパンの佐々木純です。毎回、素晴らしいクリスチャンアーティストを迎えして素晴らしい音楽と、楽しいトークで、お届けするこの番組ですけれども、今日も、素敵なお客様をお招きしております。最後までどうぞお楽しみください。それでは今日のゲストの、1曲から始めます。どうぞ。本日のゲスト、みぎわさんです。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかもう忙しくされていたっていうのを噂に聞いたんですけど、はい、たまたまちょっと一瞬だけ一瞬だけ、はい、普段暇なんですけどいやいやいや、一瞬だけニューヨークに行かれてたということで、あ、ちょっと行かせていただきました。どうでしたか？すごい初めてのニューヨークだったんですけど、はい、人がいっぱいいて楽しかったです。でもニューヨークその行ったところ、ジュンさんも、うん、何年か前行ってたんですよね。マンハッタンがすごいジュンさん気に入ってたよっていう風に行きたいと思いながら、行けないのでお台場でお台場でニューヨークの気分
そしてその前は、被災地の方にも行ってコンサート。そうですね、なんかなんだろう、サンドイッチみたいな感じで、うんうん、被災地行って、そのまたニューヨーク行った、その足で、うん、秋田山形ツアーもあって、もう家に全然帰れずなだったんですけど、そのまんまこう東北行って、すごいですね。その後もちょこちょこ行ったりして、なんか、やっぱり旅に出ることが、ツアーに出ることが多い、ね、そうですね、多いですね、はい。曲はそういう時に書くんですか？あ、もうツアー中はもう余裕がなくて書けません、全然。うん、じゃあもう帰って、はい、そうですね、コンサートのにしかこう頭がいかないので、そうですね、帰ってから。でもやっぱりいろんな、なんか経験、ツアーとかでいろんな人と会ったり、あの経験をした時にやっぱり曲を作りたいなって思って、もう本当にゆっくりと時間がある時に作ろうと思って、うん、帰ってから作る時がありますね。震災の後に、まあ、その祈りを込めたアルバムも制作して、はいはい、プロミスランド、プロミスランド、ね、はい、9月、去年の9月にリリースしたんですけど、はい、本当はもう9月にアルバムをリリースしようっていうのはその年の最初から決めてたんですけど、ああ曲がなかなか出てこなくて、曲を作ろうと思っても本当に作れなかったんですけど、その震災後からどんどんこう曲が生まれてきて、うんうん、で、あ、もうこれは本当にそのこの CD はそういうアルバムにしようと思って、うん、はい、作りました。で、1曲目で歌っていただいた曲もそのアルバムから、はい、その中からで、はい、その震災があって、なんかそのやっぱり自分自身にすごく曲作りだったり影響とかありました？そうですね、もうなんかやっぱり出てくる曲はそういう、そこもうそこにしかなんか頭がこうその時いかなかったので、そういう曲で、本当にそのストレートにあんまり言ってる曲は少ないんですけど、うんうん、何らかの形でこう励ませたらるような歌ができたらなと思って作った曲がほとんどですかね、はい。次に歌っていただく曲はどんな曲ですか？次は本当にちょっと明るい曲を作りたいなと思って、はい、虹っていう曲なんですけど、あの虹ってなかなかこう見れないじゃないですか、うんうん、たまにこう見れるとすごいテンション上がるじゃないですか。で、本当に被災地とか行っていい天気の中でもすごくこう瓦礫がいっぱい山積みの中見てると、この空いっぱいに虹がこうかかったら少しはこうみんな元気になれるんじゃないかななんて思って、虹がこの空にかかることを祈りながらというか、そういう感じで、じゃあ元気が出るようにっていう祈りを込めて、はい、作った曲です、はい。じゃあ2曲目の虹をお聴きください。お願いします。
して思わせば届きそうで、まだ見ぬ新しい意味が弾ける。目を上げ、そこには輝く大きな虹が橋を架けた。虹という曲を聴いていただきました。次の曲なんですけれども、この世界を作られた神様はという曲を聴いていただきたいと思います。この曲は、やっぱり震災の後に作った曲なんですけれども、この震災、今回のこの震災のことをある人たちが、これは神様の裁きだとか天罰だとか、そういうふうに言う声を聞いた時にすごく私は悲しかったんですね。でも聖書の中には、この世界を作られた本当にこの聖書の中の神様は、実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたっていうふうに書いてあるんですね。そういう神様が、そんなにも愛してくださってる神様が、天罰とか裁きとかで地震を起こすような、そんな神様ではないと私は思ったんですね。そういう思いを込めて作った曲、この世界を作られた神様はという曲を聴いてください。作られた神様は
ありがとうございました。ありがとうございます。なんか宮さんってピアノの弾き語りもギターも両方できるんですね。じゅんさんを前にしてピアノ弾きたくなかったんですけどいやいやちょっとだけ、いや羨ましいなって、両方を弾けるっていうのはまたまたいいですね、はい、両方で曲も。そうですね、うん、はい、そうなんだ。僕ギター一応持ってるんですけど全然弾けない。本当ですか。でもあれだけピアノが弾ければもうギターいらないと思います。にぎわさんは、去年か一昨年ぐらいからサウンドフォアシップっていう。そうですね、もう2年ぐらいですよね。で、一緒に、はい、やらせていただいたんですけど、すごい楽しかったですね。楽しかったですね。で、なんかそのきっかけとなったのがその声が出なくなったっていうことを聞いたんですけど、3年前に声が出なくなっちゃった、病気にかかってしまって、うんうん、喉肉芽腫っていう腫瘍が声帯にできてしまって、うん、それでもう本当に喋るのも全くで声が本当に出なくなってしまって、喋れなくなってしまって、歌どころか、うん、本当に数ヶ月全然喋れなくなっちゃって、それで本当に音楽活動も休止せざるを得なくて、うん、そうですね、本当にその時期はすごい辛くて賛美ができないっていうのと、ね、やっぱり人とねコミュニケーションも取れないので、うんうん、本当に辛かったんですけど、でもその時にちょっと学びをする機会を与えてもらって、うん、それですごいその時いろんな経験を、そうですね、声が出ないっていうのもすごく多分一生のうちでもないかなと思うぐらいなんですけど、うん、いろんな経験ができて今思うと自分の歌とか賛美をすることのすごい必要な時間だったなっていうのは思いますね、うん、振り返ってみると。そうですね。そしてその後声が出るようになってまた音楽活動を再開してから、そのサウンドオブワーシップっていうのを始めたくて、うん、その賛美をこうみんなで分かち合うっていうか、そういう集会を始めて、そうですね、もう10回以上やったんですけど、うんうん、いろんなアーティストの方々がバンドで参加していただいたり、いろんな教会でいろんな方々と一緒に賛美をすることができて、うん、本当にでもそれは感謝ですね、うん、本当に賛美ができるって声が出るってなんて幸せなんだろうっていうふうに思いました。その声が出なかった時っていうのは本当に多分言葉にできないぐらい辛かったと思うんですけど、そうですね、どうやってそこからなんだろう抜け出たというか、まあそうですね、心が変わったというか、うん、
その以前私も若い頃というか、うん、学生時代にちょっと、うん、不登校になったりして引きこもりになった時期もあったので、うん、本当にその時期にまた再び戻ってしまって、うん、もう本当にすごい落ち込んで家にずっとこもるような日々だったんですけど、でもさすがにもう、このまんまだとやばいっていう、もう腐ってしまうなと思ったので、その危機感を覚えて、それで思い切ってこうちょっと学びをしに、音楽と聖書の学びをずっと行きたかったんですけど、なかなか行けなかったので、その時期をこう今行かなければってなんか思ったんですよね、うん、本当にそれは神様からのプレゼントだったんですけど、そこで改めて賛美をすることの素晴らしさっていうか、うん、そういうものたくさん学ぶことができました、はい、それアメリカで。そうですね、やっぱりなんか帰ってきた時になんかそのサウンドフォアシップっていう、やっぱりコンサートとはちょっと違う、ね、そうですね、賛美集会、みんながこう一緒になって本当に神様に向かおうっていうのも本当伝わってきて、うん、あ、なんかすごいなんかこう元気が出たっていうかね、うん、励まされました。またぜひやってくださいですね、すごいジュンさんのピアノがすごい聞いててよかったんです、はい今後のなんかそのまあサウンドフォアシップを含めてすごくビジョンとかってどういう。そうですね、もう去年からはもう被災地に行ってばっかり行って、うん、今年もまたこれからも行くんですけれども、そこでのやっぱりずっともう1年以上過ぎましたけど、うん、本当にそれでも傷が癒えてない方々がたくさんいるので、続けてもずっと続けられたらなっていう、こういう被災地の、ね、でこのコンサートを続けていきたいなと思ってるので、それもやりつつ自分の本当に呼んでいただけたらどこででも賛美をしに行きたいと思ってます、ね、なんか最近は教会以外でもライブハウスだったりいろんなとこで、ね、学校とかも言われて、はい、ちょこちょこ行ってます、ね、呼んでください、ね、これからの活躍が、はい、本当に期待して祈っています。でたくさんね多分なんか右側さんっていうと若い人もすごくファンがいると思うんですけど、なんかこう幅広い年代でなんかおじいちゃんおばあちゃんとかもこう、ね、応援意外とおじいちゃんたちの心をつかめる。そうだよね、僕もなんかちょっと最近被災地行って演歌とか歌うんですよ、うんうんうん、そしたらもう皆さん涙流して喜んでくださって、北国の春とか歌ってそしたら本当にみんなこんなも手叩いてくれてってことは一緒に歌ってくださって、最近のチャペルコンサートではちょっとこう聞けたりするのかな最近実はちょっと調子に乗って歌ったんですよいいのかなとか思いながらそしたらどんな賛美歌よりも皆さん盛り上がってました、うん、喜んでました。やっぱりチャペルコンサートといえどもね、いろんな方がやっぱりクリスチャンじゃない方に来てほしいので ね、そういう方がやっぱりね、いろんなそう結構上の方とかも多いので、うん、そういう方々がなんか急にそれまでこう厳しい顔でこう見てたおじいちゃんとかが急にすごいふわってこう、うんうんうん、表情が変わるんですね、雰囲気が。なのでそういうのも歌ってもういいかななんて、演歌もあんまりそっちの方に行くなよとは言われてるんですけど、調子に乗って行くなよと、でも、はい、いろんなことやってみたいなと思います。ぜひ、ね、これからも頑張ってください。ありがとうございます。今日のゲストは右側さんでした。またぜひ来てください。ぜひ、ありがとうございます。ありがとうございます。我が魂の賛美シーズン2、この番組では皆様からの感想や要望を受け付けております。出演してほしいアーティストや、いろんなリクエストなどありましたら、ぜひ番組までお問い合わせください。日本 CGNTV のホームページ、もしくは、郵送で直接、ご連絡いただければと思います。それでは次週我が魂の賛美シーズン2でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。今日はありがとうございました。
しくて